どうも皆さん、こんばんは。ゆりかぎです。もう今回はまた赤マントやっていくんですけど、もう今回はね、ちょっと、いやー、もう今回はもう、そろそろね、いや、ちょ、ね、攻略、ね、もうガチガチに、ね、もう、そろそろね、もういよいよ、いよいよというか、もうそろそろ、もう攻略していきたい、本当に。攻略したい。なのでね、もう今回は、多分ね、これ、ライター で、最悪ね、ライターつけずに、そのまま行っちゃってもいいかなとか、もうそんなこと考えてたんですよ。ゲーム実況者なのに。でもね、おい、ちょっと待ってくれ。おい、なんでだよ。なぜ一回やめた？なぜ一回やめた？本当に。そっちも、なぜ一回やめたよ。バール外す、バールで板外すわけだけだろ。そんな難しいことじゃないはずだろう。間違えた。これは俺が悪い。で、僕、これライターつけて、おっと。明るさとかある程度調節したんですけど、これね、もうバールない状態だとね、多分視聴者さんからはね、多分全く見えないんですよ。まあ、それホラーのね、耐性がない方とか、まあ、耐性がある方は、まあ別に、まあ、これでも大丈夫かなって思うんですけど、でもホラー耐性ないとか、そういう関係じゃなくても、これは単純にもう動画って、もう絵面的に終わってるので、ちょっとライターは捨てられないんですよね。まあ、ライター捨ててやって、でも、いや、ゴリゴリにプレイやっちゃっていいんですけど。で、ここに、クモ殺しか。クモ殺しね、正直いらないと思うんだよね。くそが。久しぶりに、ちょっと小声でクソがっつったよ。久しぶりだよ。小声でクソがなんつったのに、マジでいつぶりだよ。このマジかよ。いけねえじゃん。コード取りに行けねえじゃん。行っちゃうか。けたわ。なんだ、俺がひよってるだけだったわ。うるさいな、もう。で、この文字が赤くなったりする現象が多々あるので、で、なおさら画面が見づらくなるんですよね。なので、それをね、ちょっと加味して、えぐい画面転換したな。戻ってんじゃねえか。戻ってるじゃねえか。何をやってるんだ、俺は。で、ワープしてんな。でもね、このね、なんか水というか、この音ね、多分ね、ワープしてる音だと思うんだよね。まあ、勝手にそう思ってるだけなんですけど。はい、開けて、早く。まあ、ここら辺に行くかね。どうしようかな。そっちかい！そっちかよ！危ねえ！ほいっと。はい、行っちゃおう。よし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 。
音が聞こえねえんだよ。お前の、そのガン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 する BGM で音が聞こえないんじゃ。僕ができてる。もう何なんだよ。俺の思い通りに行ってくれ。まあ行かねえのがゲームだよ。思い通りに行かねえのがゲームだよ。それは、それは自分の思い通りに行くようなゲームじゃちょっと味気ねえもんな。そりゃそうさ。人生人生自分の思い通りに行かないことが山ほどある。それが人生てか、それが普通なんだよ。危ない危ない危ない。それが普通の人生なんだよ、ね、じゃあ楽しんでいこうじゃないか。バグってるな。いいよ。いいよ。だるいね。ちゅ。本当にだるいところにワープしてきた。嘘でしょ。いやもう初手ここワープはもうちょっと。反則でしょ、もう。初手からここはん、ここにワープゾーン作るのはもう反則でしょ、もう。でも、ここら辺にワープしてるんじゃないかな。いや、あんま走らねえよ、こう。ね、こっち開ける。開けられるようにした。あとは裏から行けるようにしないとな。で、こっちか。1階のボックスはもう1階のそれあれはとりあえず無視。もう今は井戸 のあれはもうとりあえず無視。今は度外視しよう。もうそんな来てるね。見送って OK。 じゃあ行こう。これね、多分ね、そこの坂の上に上がっとかないと、坂の上に上がっておかないと多分ね、ムカデが方向転換しちゃって、またこっちのルート来るんだよね。多分。で、どうしようかな。こっからでもいいんだけど。嫌なんだよね、ここら辺に、ここに来るのが一番嫌だ。で、ここでつなげる。さあ、危ねえ。なんでバレなかったの。なんでバレなかったの。歩く、何止まってれば当たらないみたいな感じ。その手でいい。その法則で言ったら何でもありになるけどね。もう来てるじゃねえかよ。何戻ってきてんねん。何戻ってきてんだよ、お前は。間に合うか、これ。間に合いますね。アイテムなし、OK。さてと、どうしようか。なーい、とりあえずね、ここが、有意義につなげるようにしといたから。ほんまにだるい。ほんまにだるい。失礼します、一回。
多分バレないと思う。とか言ってもう来たらどうしようかな。いやもうここのバケツはもうどうせバケツというのこれ取るから今はいいや、もう触んないでいい思ったけど、バケツどうせ必要になるんだもん。だったらもう最初から触る必要ねえやと思った。今よくよく考えてみたら。で左腕回収。なぜバレてない？え、何今の神回避。いやこっちのスパイ取っておきたかった。来てますね。正面から来てる？違うわ、ここだったわ。でね、多分ね時間制限もあるんだけど、あもうロゴがやってる、もうロゴがやってるわこれは。でねこっち違う、あれ真ん中か。じゃあ行くか普通に。ちょっかそれだったら一番いい近道は向こうから普通に回っていくのが一番の近道だと思ったんだけど、まあ行き方としてはまあ正直もう前目の前にねもう赤マントが現れてもそのまま抜けます。もう横抜けます。もうよし、いないいないいない。で腕取りに行っちゃおう。腕取りに行っちゃおうじゃない、腕つけに行っちゃおう。ちょっと内開き、内開き。おいなんは？は？どういうこと今の。なんだろうな。なんで俺ドアに喧嘩売られてんだ。で今はもうライターしかない状態でね。くそー3回か。じゃあとりあえず腕はつけたから3回行こう。もうここからもうガツガツいっちゃおう。もうその赤マントにビビってるとはビビってるとかの様子を伺ってる場合じゃないね。もうどんどん行かないとダメだこれ。こっちにいるんだったら俺速攻で方向転換するよ。そっちかなら仕方ねえな。さっき回ってたのがこっちにして行こう。なんやかんや言って換気ダクトから行くのが一番ね安全だから。換気ダクトから行って、その言葉に詰まるけど、こっちが、ね、換気ダクトから行くっていう手が一番現実的なような気がする。あれ間違えて俺止めちゃったか。何をやってるんだ俺は。俺は何をしてるんだ。
こっちじゃねえかよ。来とるー。でも結局もそっちじゃねえかよ。うわー、ちょっとー、もうお前どんだけなんだよ。ストーカーだろお前。うるさいよもう。この通気口、換気口に入ったんだったからもう音楽はもう鳴りやんでくれ。そっちから来てる。こっち来たらさすがに来ないでしょ。あ、来ない、本当に来ない。よし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 、新しい抜け道を見つけた。オッケー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 。これで3回行こう。あー、やっと進んだ気がした。でね、こっちから行くか。でこっちのあれ開けちゃおう。もうここね。白いやついる？ノーベンちゃん。いないね。いないね。オッケー。ねえ、なんかね、赤い本がたまにあったりするからさ、それ何なんだろう。まあいいや。そんなの。もう。全然大丈夫だ。これはまずいね。さすがに入った方がいいね。今目の前通ってるかな、これ。あ、来たね。多分赤マントも多分今部屋の中入ってきたかもしれん。で今多分ノーベンちゃんがこっち行った。だからあれ食堂の方に行ったね今。まあ俺はこっちから出るけど、あ、待って、走らないで行こう。いつどのタイミングで赤マント、おっと、これは危ない。ワープした痕跡があったわ。ほいよ、そこにもあるわ。アイテムなしか。ほう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 。いきなり出てくる可能性があるからな、ゆえのなんだろうな。じゃあ走ったらバレちゃうのか。いるね今。そっちかよ。そっちかよ。危ねえ。そっちかよ。痛えなこれは。あ、タブ開けねえよメニュー。いや、あのノーメンちゃんと赤マントが去った後じゃないと、これ、釣り竿がそこにあったんだよね。おお、来てるね。一応暗くしとこう。
チャイムはなんだ？さあ、このチャイムは何を表してるんだ？このチャイムはバカでけ。さあ。あんちゃん走ったら割れるっていう説もあるかね。今緑色のノイズ走ったな。いるかな、近くに。まあ、最後こっちにいた場合はそっちの曲がってすぐの。おし、戻ってきた。で、リボビタンで回復が2つある。これは強い布陣だ。来たな。来てるんじゃないか、これは。今どこ？ワープした。来るんじゃねえか、近くに。お、真横。 真横にワープしてきたね、これは。 ほら、ワープの跡がある。どこだろうな。ここだ。脳みそ。来てるね。いや、もう早めに隠れる。もうギリギリまで待たないとかじゃない。もう本当にバレちゃった場合はもう逃げる。ただもう隠れられるんだったらもう隠れちゃう。なんでこんな単純なことに気づかなかったんだろう、俺は。いけるかな、これ。間違えた。危ねえ。で、釣り竿。どうしましょうか。ちょっと一旦失礼します。釣り竿は置いちゃってっか。今だ、全然すんげえな。あと脳みそ。来てんだよ。脳みそちゃんはどうしようかな。おお、来てるね。なんだお前。早く行け。そこにワープしてきたな、また。そっち行くの？ああ、でもそうか。まっすぐ空いてないんだったら。で、このチャイムが何かのフラグなのかな？普通にこっちから行っちゃおう。連打力だったら、ま、マジで誰にも負けねえぞ、本当に。ここにワープゲートなんだよ。ちょっと行っちゃおう。危ねえ。うそー。
せこくないか。それはせこくねえか、なんか。いや、俺がここで隠れて俺が言うセリフじゃねえけどさ、せこくないか、なんか。正面からワープ、正面にワープしてきて、ワープしてきやがった、あんの野郎。そっち行っちゃったな。で、思ったけどスポイト俺どこ取ったっけ。スポイト取って俺どこに置いたっけ。記憶力が薄い。本当に乏しいな。廊下かな、もう。こっち側から来てほしいんだけど、人生そう甘くないんですね。あは、人生はそう甘くないと、そういうことですか。悲しいぜ。ちょっとともりになっちゃうけど、いや、ありがとう、ちょうどだ。ちょうどだったわ。脳みそを入れに行く時だったからちょうどよかったよ。ムカデちゃんどこ行ったかな。こっち行ってる？あ、横、横行ってるだ。もうこういうね、なんかちょっと多少時間はかかってもね。そっちかー。あ、やばい。いるかな。来てますね。同じじゃねえかよ。絵すら何も変わってないよ。絵すら何も変わってないよ、本当に。ちょ、一回こっちまで寄せよ。嘘な。なんでそんなそっち行きたがるん。ひどいわー、あんさん、ひどいわー。俺脳みそ入れたいだけなのに、なんで脳みそ入れたいだけなのに、なんでそんないいとこに行きたがるんですか。ちょっとひどいて。ひねえ、ムカデさんもそう思いません。あんたも裏切るんですか、もう。あんたも裏切るんすか、もうひどいね、ほんとにみんな。いや、とりあえず脳置いとこう。あいつが3回に集中してんって言ったら、おお、ちょっと待てよ。ちょ、お前ちょっと待て、今並列走行してなかったか、お前。お前ダメだぞ、並列走行はダメだよ。ほんとに怒られるからね、捕まるからね。並列走行はダメですよ。習わなかったの？今横に立てだって、あいつ。あかんやんけ。ちょっとエス。餌かい。くそが。ちょっとエセ関西弁っぽくなっちゃったけどさ。マジか。これはさすがに骨が折れるよ。どこだ。
いたのか。なかなかついてくるな。いや待て、それで言ったら戻るんじゃないか。だから一回追いかけたと思わせて、もう一回もう来た道戻れば来ないんじゃね。あ、回収してきてなかったわそりゃあるわけねえよな。あは、やべえぜ。来てるね。それはひどくないか。もうあぶねえ、間違えた。失礼しますね、脳みそ入れに行きたいわ。ちょっとまずポンポここに置いとこう。あいつだって今、あいつだって今2階にいるんだもんね。今は2階にいるはずだもんね。これで移動してたらひどい話ですよ。いやもう瞬間移動とか、もうワープ使って移動してるけど、もうほとんど関係みたいな話か。で、1,2,3,4,5、あとどこ、あれ、あとどこ見つけないっけ。紫色の字、1,2,3,4,5、あと目玉か。目玉見つけどこにあるんだろうな。あとは心臓、あ、違う、腸だ。腸と目玉だ。思い出した。で、どうやるんだ？で、腸はさ、なんかさ、2階の壁がさ、なんか行けるようになったからさ、あそこに腸が、の空間があってさ、そこに腸があったんだけどさ、もうないよね、だって。見てねえよな、てめえ。こっち。嘘でしょお前そっちから巡回してくるちょっとか、仕方ねえな。うん、もう一発いけるって思ったけどさ、こっちすぐ隣でしょ。でも隣だったらさ、嘘でしょ。なぜ俺は心を込めていいよ。なぜ？シュッ。ねえ、多分ね、これ一つ分かったことがあるの。で、ちょっとね、あいつのそのスピードアップの原因？多分ね、これやっ。これだと思う。あ、やべ、取れねえ。使うか。やけに液体がリアルだな。で、この3をどっかで使うんだな。違うわ、間違えた。こっちだ。よっしゃ、安全地帯。ね、100円取りに行ってきまーす。
100円取って、はい、すぐ戻る、すぐ戻る。もう邪魔だよ、邪魔だよ、まったく。3でしょ、デンジャーやばいね。ちょっと一貫置いて各所、おお戻った。でちょっとね、やってみたいことがありまして、一回言っても100円、この100円玉、ああ、いや、いっか、一回この100円玉ちょっとね、まあ本来ならどうなんだろう、そのこの100円玉をなんかあれなんかな、まあ自販機に使うでもよしっていう感じなんだろうね。でも、まあ本来はまあ最初は普通に、その井戸の中にぶち込む。だからもう一つのエンディングっていう、あ、待って、こう回収してねえじゃん。もう一つのエンディングっていうのが多分そういう、そのなんか3階かな、3階のなんかバルコニーというか、まあ、まあ、雨ざらしになってるね、ところがあったじゃないですか。あそこの少女に、100円1回ごとこ、あそこの少女に、多分、なんか、その食堂の自販機とかを買っていいや、食堂の自販機とかで、来てるね、消えた。その食堂の自販機でなんか買ってあげて持っていくみたいな感じかな。だからまあ100円100円100円、見ずれな100円。はいよ、これがもう一つのフラグになるんじゃないかなと思って、であとはこれだね、バケツ、これをどう利用するかだよ。どうすっか、ちょっと本当に悩ましいね。一回プールサイドとかプールの部屋の方行ってみるか。プールとか、まあ、プールルーの部屋の前、部屋の、そっちいるんかい貴様。で、部屋の前、部屋の前とか、プールの方行っちゃおう。やだなぁ。なんか調べたらなんかわかるかもしれないし。こっち来る？あ、いいわ、ちょちょちょ。ダメだ。わかったわ。これ多分ね。今、やっぱそうだよね。
女子トイレの中に入ってたわ。女子トイレとか違う、こう男子トイレだ。隣の男子トイレの中に入ってたんだよ多分。そういうことなんじゃないかな。消えた。やばいね。プールをこ、あ、そうか。ここは開いたんだもんね。あ、こっちだこっち。閉めます。はい。え？鍵がかかってる。これ使えないかな。お！やったー、やっと進んだよ。いやもうここジョール。ああ、これいいじゃん。あ、あとた種が関係してるじゃないか。いい、いいもん見っけたやん。いいもん見っけたやんけ。お、目玉やん。いや欲しいものばっか。やばい、ジョウロ持ってきたい。でも、いやーでもあの女は黙って見ちゃいねえ。汚れたプール、ここでは絶対に置いときなくない。あ、ここで釣り場、違う、なんだっけ、あの釣り糸、釣り糸。あ、100円、もう100円。あ、はいはいはい、いるね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 。わかったわかった。もうわかってるぞ。ここでならお前の行動パターンは筒抜けだ。あーでも長路持って帰れねえのか、何よりもつらい。あとバケツありがとうな、お前には感謝してるよ。あとは元に戻れればいいんだけどな。まあそうは簡単にトンギアは下ろさないっていうことだな。やりそうっすか。来てるんだよね多分。ふー、じゃあ、あぶねー。はい。お、あと目ん玉、いいもん手に入れたね。そうだ、うふふ、やってたわ。だから一回多分ね、すぐにそのあれがなくなるってことは、つまりは足が速くなってってわけだ。まあ俺の推測でしかないけどね、これは。あくまで。ね。これはあくまで俺の推測でしかない。本当に足が速くなってるかどうかは、俺はあいつと追いかけっこして確かめてみていないからわからない。思ったけど、これは意外と走ったりしなかったら意外といけんじゃね？走ってるから来てる説あるよね。あとは蝶か。
どうしたもんかね。どうやら、あとこのね、種が、あれ、どうやら植木鉢が図書室にあるみたいだから、置きに行きたいね、ちょっと。見つかったらもう出しすっから。お前に俺の速度を追いつけるかな？俺のダッシュにお前を追いつけるかな？来ねえんかい。さてと、どうしようか。そうだね。あと取り逃してたのがあったよね。釣り糸どうする？持ってく？来てるね。釣り糸持ってこ。間違えた。釣り糸持ってって。何してんの？歩けば大丈夫よ。とか言って捕まったらバッコ面白いけどね。いや待って、これは稼働。ほらね、すごくないこれ。すごい逃げ出し方を思いついてしまったかもしれない。とか言って目の前から来たらもう嫌だよ。さす。あぶねえ。よいしょよいしょよいしょ。いったいったいった。各階層ごとに一人ずつかな。一体ずつこの仮面ちゃんが、能面ちゃんが隠れてるっぽいんだよね。ゆっくり行けばさ、バレないバレない。いけるいける。よし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 。そう、歩けばいい。本当に歩いてたら本当に見つからないね。あ、これ。そう、これ。で、種なんか種が植えてる。 ちょっとなまっちゃったけど、種が多分なんだ。はいっと。え、で、これで種が植えてある、言えた。種が植えてある、植木鉢に多分、じょうろ持ってくればいいんだ。で、そしたら何かがなる。来てるねー。お？今、スカート丈見えてたよ。大丈夫、大丈夫。スカート見えてくる。スカートの貫通して見えてくる。大丈夫、あれ。まあ、いっか。行こう。で、あとは、あれか、釣りしに行くんか。釣りしに行こう。あれ、これさ、ワンチャンさ、これさ、走ってるからさ、来るだけでさ、もしかしたらこれ、走らなければ来ないんじゃね？そもそもの前提。そもそも語るなら、ワンチャンその説あるよね。あれ？俺、必勝法を見つけてしまったのでは、これ。今のところ本当に、多分、見つかってないよね。とはいって見つかるかもしれないけどさ。2階行きまーす。
今のところ本当に見つかってないよね。ワンチャン走ったりしてさ、その音でさ、ちょっとこれはしょうがないわ。よいしょ。走ったりする音でさ、バレちゃってるかもしれないしさ。じゃあ、ね。こっち。農民にはバレちゃうか。まあ、さすがに農民にバレちゃうのもしょうがないよな。これはもう俺の不出来、俺が不出来だった。これは申し訳ない。いやでも今のところ本当に赤マントには見つかってないね。意外と走らなければ見つからないのでは。おいおい。こんばんは。おい。ではこのジョウロね、ジョウロ回収して釣りできんのかな。できない、当たり前だ。そらそういうことじゃない、そういうことではないんだな。なんだよ釣りつうか、あれ釣り具持ってきたのなんか意味なかったじゃねえかよ。なんかちょっと損したわ。あれここ調べた？調べてねえっすよねー。紫色の紙見つけた。場所覚えとこう。とか言ったら忘れるんだよな。何もなし、逆に怖い。あれゲートなくなってる。まあいいか、ちょっとじゃあ一回ここに置いとこう。でバケツ、いや待て、釣り、おお、そっちから、そっちから、それは焦るでしょう。バカ足早かったよね。そっちから正面なんだ。普通にこっちから来る、こっちから来ると思ったらこっちから来たよ。いや俺が一番焦ったよ。なんか俺のシチュエーションと違う動きされたからさ。いるな、いたわ、いるなっつったら本当にいたよ。俺がびっくりしちゃったよ。こんな予想を大当たりすることある？こんばんは。こんばんは。なんだそら。で、ジョウロ置いて、で、ね、こっち行っちゃおう。ヒュー。どうすればいいかな。全然今体力に余裕があるんだけど。オッケー。あ、やばい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 。やばいところがいるな。
っちだな、じゃあ。おうおう。え、こっちいる？あぶねえ。よし、あとは助手室に。じょうろを届けるだけ。あと釣り糸だな。釣り糸？釣り竿か。お前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 、それはひどいって。それはいくらなんでもひどいでしょ。で、俺悪くなくない？今のムカデちゃん、なんでこっち来たのさ。そんなグイグイ来すぎよ。グイ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 って。お酒は飲みすぎにはご注意くださいって。危ないな、入れ替わりだったね今。ちょ、なんだよ急。見つかる率が驚くほど低くなったはずなのに、な、驚かされることの方が多くなってきたぞ。なんだこれ。いいかな、そろそろ。あ、違うわ。じゃ、ここ、この部屋にいようかってきたんだよ、俺は。よーし。ジョロに水。あれ？水？普通のジョロ。あれ？水？あれ？反応しないぞ。そういうことではないのか。あ、いるわ、いる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 わ。そういうことじゃないの。いますね、これは。よし、バレた。で、あとはどうすればいいんだこれ。こっち側から来るかな。ちょっと待って、ね、いや多分後ろから来たらあのワープゲート使ってくるでしょ絶対。あれ使えない？そういうことじゃないのか。じゃああの100円玉だ。ここまで来たのになって。なんつう気苦労の絶えない。普通に下まで降りよっか。本当にびっくりするほど追いかけられることがなくなってきたね。なんで？はい、100円玉。で、じょうろは何使うんだ？まあいいや。とりあえず行ってみよう。あ、走っちゃった。まったく。バレちゃうな。困ったな、これは。近行くか。ステルス、ステルス、ステルス。おしょっ。スッと。で、この100円玉、食券の方にはなんか反応あったからさ、食券の方にも入れられるんだ。で、まあ、とりあえずね、この100円玉。絆創膏。は？は？え？どういうこと？え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 ？ど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 え？絆創膏出てきた。え？
怪我をした時に使えそう。何を言ってるんだ。何を言ってるんだ。あー、じゃあそうか、そういうことね。はいはい、食券の方に使わないとどうやら意味はないっぽい。来てかな。どうやら食券の方に使ったら多分あの女の子に関わるストーリーなんだろうけど、多分あのショッ、嘘だろ、嘘、こんな時に多分食券を選ばないとこの女の子救えないのかな。バソコ食べる、食べないか。バソコは食べられねえや。先生、絆創膏はおやつに入りますか。じゃあどうすればいいんだ。あとはあとだって蝶だもんね。もう邪魔くせえな。あとど蝶だもんね。あとはで、ちょっと蝶を手に入れるところまではこれカットかな。うん、ちょっとカットしようかなこれは。はい、ね、図書室ちょっと捜索してたんですか。これですね、お札、これだ。これ取るのをすっかり忘れてました。で、多分ね、このお札が、お、このお札を、なんだろう。あ、一階だ。一階の、どこだ。いけない、なんつったっけ。危ねえな。1階のな、1階のどこだっけな。一番最初だ。一番最初、かなの、なんだろう、変なことが書かれてあった。あそこに持ってくんだ。あそこに貼り付けりゃいいんだ。多分そういうことでしょう。って思ったけど、1、2、これ紙足りなくね。そういうことだ。なにこれ、気持ち悪い。何かを捧げ物する。そうだな。で、ここに、いろいろ、その紙とかを、これオレンジ、あ、ばんそうこういらん。いるけど。で、2枚置いた。あと、5枚と、赤を取りに行ったでしょ。あー、そうだ、取り忘れてるかも。
と一旦女子トイレの右側なんだ。なんだっけ、青いっぽい色、あれを取りに行かないといけないんだ。あれを取りに行くのすっかり忘れてたね、自分でも。これは盲点だった。ね、こっち側。戻ってきてくれた。戻ってってくれたから、ここかな。そう、ここ。これ。もう取りに行くのすっかり忘れてたね。おーおーおおい。嘘だろ、隠れる場所ねえぞ。すっだ、来るな。そういうことだよね。俺の弓が合ってればの話で、赤い髪。おっと！これはまずい。うわー、やばい。これはまずい。うわー、うわー、俺は走り抜けるぜ、俺は死なねえよ。はっ、みんなやられてたまるか。簡単に死んでたまるか、俺が。ああ、デンジャーになってる。あと2回ぐらい食らったら多分死ぬ。いけるか。いけ。ただ、何のために栄養ドリンクを、リポビタン D を、残したいと思ってる。はっは。ね、余計なところばっかりしっかり出現しよう。こっちから行ったらどうまでだろうな。俺は完全回復だ。さあさあ、そして絆創膏もある。もう最強の布陣じゃん。ほら回復まだ残ってんぜ。俺は閉めよう。1、2、3、4、5、あともう1枚か。あともう一枚、紫色あったもんね。紫色は2階か。2階のプール。水を見てなかったんだよ、2階のプール。うるせえな、もう。から行くか。しょうがねえしな。決して走らなければあいつは寄ってこないはず。実際ね、ちょっとね、さっきはね、ちょっとテンパっちゃって走っちゃったりしたから、まあ来たっていうのはあるよね。まあ走らなければこんなもんよ。でしょ、そんなことある。嘘でしょ。
ある。予想してたかのように来たよ、今。待ってたぜ、つって。待ってたぜっていうレベルで来たよ、今は。嘘でしょ？あんな俺が予想してくるのを、ま、俺が来るのを予想してたかのように来たから。さすがにそれは俺もびっくりしたよ。違うわ。待ってたぜっつって。スッと来たから。さあ。紫色。これで5。あれ5？何色か足りねえな。何色か足りねえな。来てるな。おい、やばい。逃げろ。やべ、走れ。我の走り見せてやれ。あぶね。失礼しまーす。あれ？で、残りの多分2つは見当ついてる。多分ね、人体模型とジョールだ。あれ？あ、そうか、赤い髪置いてきたんだもんね。あれ、置いてきたんだっけ？ちょ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 。おー、ムカデちゃん。そりゃちょいと話が違いますや。なんでたまにこんなエセ関西弁みたいなの出ちゃうんだろうな。関西人の人聞いてたら本当に申し訳ない。本当に申し訳ございません。関西人の人聞いてたら本当に申し訳ないで、本当に。さて、今はね、動画時間が多分1時間半ぐらいになっております。いや、ちょっと持ったかもしれない。1時間、いや1時間半いってるかな。1時間半いってるね。おーおーおお。それは聞いてねえよ。は？お前、シンプルです。ん？分かりづらいとこにいんな、お前。ま、俺は、依然健康だ。で、1,2,3,4,5、あれ？あと2枚、あ、ジョールだ。ジョールと、あれ、なんだっけ？おっとぅ。ジョールと、あと釣り竿の謎も解けねえんだよな。まあ、とりあえず。カット！ちょっとね。まあ、ちょっと逃げ切ったところなんですけど、やっぱね、多分これ釣り竿、動かせない？じゃあ泳ぎたいとかそういう問題じゃないんで、釣り上げろよ。何、できないの？できないの？なんかひどくね？何もできないの？じゃあお前何なの？お前何なんだよ？とりあえず、あ、水入り。ここで水を汲んだってこと？はい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 。お前何なんだ？結局。そこに置いとくけど。じゃあ、この水入りじょうろを、図書室持ってけばいいんだ。マジで長い旅路だったな。来てんじゃん。来てんじゃん。だんだんちょっとムカついてきたね。
そんなことはないけどね。ムカつい。いちいちし。おっと、そりゃねえだろう。そりゃねえだろうよ。おめえ、そりゃねえだろうよ。失礼しまーす。で、この水入りじょうろを、あれにぶっかけりゃいいんだ。じゃあ、こっちの方いい。はいはいはい。やばいな。危ない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 。で、水入りじょうろをこれを植木鉢にかければ紙がゲットできるんじゃないかな。そういうことだと思うんだけどね。来てる。よし。おお、100円。奇妙な植物、100円。ちょちょちょ、この100円はあれか。で、出ようにも出れなくなった。いや、もう見つかる前提でいっちゃおう。で、100。ジョーいる、いらん、いる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 。それはびっくりだわ。俺もさすがにびっくりだわ。ちょ、目の前にワープしてきたぞ、今。目の前にワープしてきたぞ、今。きゃ、バレる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 。バレる、バレる。ほっと。危ない。大変だった。で、大方この100円を、はい、ミルク。このミルクを少女に届ける。いいんだね。このミルクを少女に届ければいいんだ。待ってるよ、少女。少女よ。私が来た。いや、違う。私が行く。私が行く。これから行くから安心したまえ。腹を空かせて、で、泣いている、少女を黙って見過ごすわけにはいかんのだよ。ここに、ここに。おっと、ああ、来ると思ったぜ。たくよ、お前さんのおかげで、まともにプランがうまくいかねえぜ。プラン通りにいかねえ、あんたのせいでな。さあ、あんたもそろそろ本気出してくる。ちょっと嘘でしょ。俺のクリアを拒むってのか。なんて野郎だ。ほらほら、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、ミルクを飲みな。ミルク欲しかったの、ごっくん。欲しかった。んで、お腹が空いた。嘘でしょ。もうお金ないよ。おじいちゃんお金ねえよ、もう。すまねえな、
ジジイで。やばい、ちょっと待って、目が乾燥してきた。すごい。すごい、何時間やってるんだろう、このゲーム。シュッと。失礼しまーす。はい、失礼しまーす。マジでこのゲーム何時間やってるんだろうね。でも余裕で1時間は絶対経った。1時間、いや絶対1時間以上かかってる。2、3時間経ってる自信はある。お前いたの？気づくか。まあまあまあ、でもまだ回復は、まだ絆創膏が残ってるからよ。こっちも死にはしねえぞ。ちょ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 。あ、でも、ちょっと待ってね。もう一回捜索してみていい？はっ。ごめん、どうしようもない、できないんだ。こんなもん見せられてもお願いだ。二度と俺に相談するんじゃない。もう俺の時は及ばないんだ。なんだクソ親は。なんも、100円あった100円あったよ。行きましょう、買いに。少女のために、泣いている女の子のためにさ。女の子のために、俺は食堂へに、自販機に行くために、俺は、危ねえ。え、なんでば、ちょっとそんなのありなんだそれは。俺もそろそろ、多分ね、もうこの状態で多分次の攻撃でデンジャーになって、で、もう一回の攻撃かな。で、多分画面の縁が赤くなる。で、もう一発。だから3回食らったらゲームオーバーだ。俺はもうそんな後がねえ。やばいな。おっと、ジョウロ。なんか落ちてると思ったら、下見たらジョウロだった。あの面が邪魔しやがった。あ、ハートだ。よかった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 。じゃああともう2発か。じゃあ、まだ、あの面邪魔だよ本当に。来てる。戻ってきやがったな。よし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 、症状のために、はい、パン、おっしゃパン、おっしゃパンだパンだ、やっとコッペパン、やったぜ。でも俺は、いや、言う食パンの方が好きだわ言うて食パンの方が好きだったわ。
よし、もう余計なことはしないぞ、もう。こっからは慎重に行こう。どんなに時間がかかっても俺は知らない。録画時間えぐいことになりそうだけど、知らないもん、そんな。ふう、あ、そうか、こっちから行った方がいいのか。じゃるいじゃるいじゃるいだるいだるい。パン、コッペパン、ありがとう。パクパクごっくん、ありがとう。ありがとう。もう大丈夫。ところで、私なんで、なぎさ、どうしたんだ、なぎさちゃん。うん。ここから脱出できるよ。そこに開け口があるから、多分そこから逃げられるんじゃない？この鍵が開けるね。頑張ってね。はい。サンクス。おい、誰かいるのか。またやはり最近流行るのドッキリじゃないだろうな。それくらいちゃんとさせろってんだよ。選べ。は？赤い髪。おいおいおい、まともに文章を読めねえのかよ。お願いだから来ないでくれ。で、選べ。は？赤い髪、または青い髪。やっぱりドッキリなんだろ。選べ。分かったよ。じゃあ青。待て、アツシ、お前じゃ。美しさは内側にあるものだ。なんて野郎だ、緑色の髪。オッケー、よし。でしょ。え？何今の奇跡みたいな回避。え？すごっ。やっば、夢みたいな回避しちゃったよ。これで俺は勝てるのか。危ない気がする。危ない匂いがする、あのワープゲート。マジか。え、あんなも本当にアニメでよくある神回避みたいなの落ち本当にあるんだね。よし、足りない？どこだ、じゃあ。え？もうないぞ、だって。人体模型！そうだ、人体模型のことすっかり忘れてた。人体模型！行ってきます。ちょっと今、学校内を、まあ、今一度さまよって行ったりしたんですけど、ちょっとね、手がかりになるものなんかないかなと思って探してたんですけど、ちょっとね、一つだけ忘れて。は？ね、一つだけね、忘れていたものがあります。それが図書室。また図書室なんですけど、図書室のなんて言うんだろうな、なんだっけ、なんつったろう、図書室の赤い本
をやってなかったんですよ。まだ。だからそれをやったらなんかフラグが立つんじゃないかなと思って。どこだっけ、ここだ。1、2、もう雲に変わってられる余裕はないんだよ、俺に。3だ。はい、ちょ、危ない。これでフラグが、なんか、立ったと思うんですよ。これ、どこだ？わかった。それで、あれだ、なんだっけ、うるさいな、まさっきから、もう。それで、奥の方にあった、なんか、壁あったじゃないですか。あそこだ。どこだっけ？ここだ、ここ。そう、ここ、ここで超というか、機関走ってっか。機関を見つけて、で、人体模型ゴー！というわけ。もう、ここはもう容赦なく回復しよう。隠れよう。で、この機関を、でも今そこにいるんだよね。ムカデが来てるかな。今のうちに下降りちゃう。オッケー。こっちか。ええー、で、今危なかったの来たらね。で、ここの、期間。期間は、どこだっけ？あ、違う。奥だ。ワープゲートあんな。来たんだろうな、多分。で、こっちか。ゲートする前の予兆だ。あれがあっちゃ話になんね。で、これだ！動いとる！なんだ？紙？ん？違う。ん？何？何？くれるのかい？ロープ！ロープ？ん？ちょっと待って。ん？これを神社に捧げる。んなバカな話はないよな。それは分かった。あれ？屋上？か。屋上か。屋上か。オッケー。あれ？じゃあもうすぐ、脱出できちゃうんじゃん、これ。何これ？すぐ脱出できちゃうんだけど。
どこ？降りる？お、やった！やったー！お、やったー！うわー、マジできつかったー。女の子は力の限り走った。すぐ警察署行き、慌てて全てを説明した。まあそれはあんなことがあったらね、説明するよね。警察は彼女を全く信じなかった。とにかく彼女が言う古い学校を調べた。だが何も見つかると警官は精神病の何かだろうと勘違いし、女の子を家に送り、まず落ち着いて休むべきだと言って去っていった。本当にただ私がおかしくなっただけなのかもしれないと忘れたいあまり自分を疑った。数日後、近頃相次ぐ、連続殺人事件で追われる件でまた遺体が見つかった。死体はパッと見て誰かわからないほど切り刻まれていて、犯人が凶器に使ったと思われる、刃物がそばに置いてあった。現在では犯人の痕跡は一切見つかっておらず、警視報告書では被害者は16歳くらいの女子高生であるとこういうことが分かった。警察はそばにあった刃物から最近の連続殺人事件に関係しているということであった。うわー、当局は今までの被害者から見て女性、特に18歳以下の女、うわちょっとグロッチーよ、グロッチーよ、血の苦手な人は見ないで。女の子は決して一人で出歩かないようにと警告した。じゃあつまりこの赤マントってか赤マントって女なんだ、女じゃなくてって男なんだね。で、多分その赤マントがあれなんかな、この事件の犯、そのこの言えばその主人公ちゃんを追っかけてた犯人だったかな、犯人というか、まあ、犯人で、まあ、ちょっと待って、分かんなくなっちゃった。主人公ちゃんを追っかけていた犯人 であって、その連日殺人、連続殺人事件のその犯人でもあったってことか。うわー、クリアタイム1時間42分ありがとうございます。エンディング、うわー、めっちゃ時間かかった。恐ろしい、自分でも。うわー、やった終わった。多分このゲームだけで多分3時間ぐらいかかったね3時間ぐらいかけたね。3時間もっとかけたね、多分4時間ぐらいかけてるねすごい時間かかっちゃいましたけど、ぜひ面白いなと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でね、あ、ちょっと待って、もうね、今年もね、今年の2023年、多分これ日付撮ってるの2022年なんですけどね2023年もね、まあもう2023年、実質ね、実質2023年なんでね、2023年もね、気合い入れてやっていきたいなと思います。では次の動画でお会いしましょう。ではお疲れ様でした。では失礼します。